バーチャルウィーゲーマーです。バーチャル長野県にいます。バーチャル長野県と、バーチャル群馬県の境を目指しています。なんか、いい感じの街並みですね。ここは、信州高山温泉郷。が、左に行くと出現する交差点ですが、右に行くと、峠です。かの有名な、けなし峠。綺麗めの街中だったのが、すっかり杉林になりました。こちら長野県道112号線。ゆるく蛇行しながら、じんわりと登っていきます。これもまた、いい雰囲気。無の規制表示板があり、ゲートもフルオープン。大腕を振って入場しましょう。ブンブン。さて、穏やかな線形が続いていましたが、傾斜、カーブともに強まってきました。見通しはあまり、よろしくありませんが、ガードレールは徹底されていますし、道幅もそこそこ広いので、まあ、安全運転さえしていれば、そこまで危機感はないかも。よかったねー。夏真っ盛りですが、標高が上がり、気温が下がってきたので、エアコンを効かせていると、窓ガラスが曇りますね。あとなんか、道が狭くなってきたような。なんか対向車もそれなりに出現しますし、油断できませんね。時折霧が途切れると、雄大な景色が眼下にちら見えします。すごい場所を、走っとる。すごい場所に、道が、通されとる。立派だね。尾根っぽさが出てきました。近いのか？峠が。また登り始めた。近くないかも。あえかなり、必要な登り坂ですね。終わらない気がしてきた。それもいいかも。登り坂、結構好きだから。終わらない。登りが。ただただ見晴らしが良くなっていく。ほげー。青看板だ、直進が群馬。右が、けなし峠で。行き止まり。青看板に行き止まりってきっぱり書いてあるの、なかなかすごいですね。道の雰囲気がガラッと変わりましたが、路線番号は変わらず、長野県道112号線のままです。福音はより狭く、ガードレールは局所的かつべこべこ。それでいて、バイクやら車やら、なんか先ほどまでより交通量が、割と。長野方面だけでなく、群馬からの来訪者も、先ほどの交差点で、合流してくるため。ここに来て、むしろ人手が増えるというわけなんですね。すでに標高は1900メートル前後。植生も、なんとなく高山チックです。多分。落石の危険が、圧壊している。すごいところに、来てしまった。おお、真新しい擁壁もある。ちゃんと整備されてもいるんだな。右側のガードレールは、ところどころえらいことなっとるけど。
すごい岩壁、すごい見晴らし。すごいすれ違い。この視点だとわかりづらいですが。この右手、めちゃめちゃ崖っぷちです。見晴らしがすごい。すげえ。すごいけど、踏み外したら終わるなぁ。右奥に見えているあたりが、峠の駐車場かな。とまあ、ここまでは割と、すれ違えないまでも比較的健全な、道路状況なのですが。この先悪路のため、通行注意。あう。ベコベコの路面、積まれたジャカゴ、穴だらけの舗装。らしくなってきた薄。うわあったいパノラマ。うわあ。こりゃすごいよ。だ、大パノラマの中に走る県道のライン。なんてかっこいい道なんだ。スキー。低い路灯がそのまま、ところどころに擁壁があるくらいで活かされています。山側の路肩は落石だらけ。一方で谷側は、ガードレールが頼りなく。吊り橋のような走行感覚です。よかったですね。おお、ガードレールすらなくなった。ガイドポストで、路面の内と外が隔てられとる。ガイドポストが、木の杭になった。でもって。あそこが駐車場ですね。平日なのに、割と賑わっとるなぁ。あのような道を越えた先なのに、案外人の気配が強いのが。不思議な感じ。そしてなんと、未舗装になりましたが、ここもまだ県道です。県道は前方に続いていますが、あの辺でガコッと、落ちくぼんでいる雰囲気。なので、ここで駐車。すっごい。山登りとか、ちゃんとしたことないけど。なんか、下気になっちゃうね。お得だ。あの鉄塔は、かつてこの辺にあった。小串鉱山の名残で、作動の遺構だそうです。景色を眺めつつ、県道の続きを、行けるところまで行ってみましょう。すげえ。高い木のないのが、鉱山って感じ。植生限界の上にいるんだなぁ。さてここで、県道は左に折り返し、同時に群馬県との県境を迎え、インターネットが出現します。嬉しいですね。チルアウト、それは良いリラクゼーション、ドリンク。遭難多発区域に。チルアウト。遭難多発スペーシー。いいね。ちなみにこちらの看板の先には、群馬県道112号が続いており、山を延々と下りまくり、廃鉱山の跡地に繋がっているそうです。凄まじいつづら折りの道路が、山を這うように刻まれていますが、あれが県道です。あの辺りが廃鉱山かな。最盛期には、住み込みの従業員によって町が形成され、家族を含めて総勢2100人が、あの辺りに暮らしたそうです。すごい。よかった。よかったけど、
普通に道中がおっかなく、おっかない割に交通量が割と多いので、死ぬほど注意した方がいいですね。あと、この日は穏やかでしたが、風の強い日は立っていられないほどなんて話もあるので、天気予報はよく見ていきましょう。バーチャルイ、峠、インフォメーションでした。峠用ならー、